ここは俺に任せとけ。任せとけってどうするんだよ。こんなこともあろうかと、前にここへ来た時にちょっとした細工をしておいたんだ。コレット、ちょっとこっちに来て。え？うん。ご苦労じゃったな、ミコゼロスよ。さあ、コレットをこちらに。はいよ。ゼロス！あんた、何するんだよ！うるせえな。よらば胎児の影って知らねえのか？お前らのしてることは無駄なんだよ。いいじゃねえか、コレットちゃんだって生贄になりたがってただろ。ゼロス、裏切るのか。うるせえな。フラノールでの俺の言葉忘れたのかよ。俺は強い者の味方なんだぜ。裏切るとは少子で、お前たちの仲間になったのじゃ。ノー、ゼロス。本当なのか。嘘でしょ。嘘だよね。そうだよね。俺様は強い者の味方だ。レネゲートとクルシスとお前ら、計りにかけさせてもらったぜ。レネゲートにまで情報を流してたのか。あんたってやつは、いい加減だけどいいところもあるって思ってたのに。お褒めの言葉、ありがとう。結局、マナの巫女から解放してくれるって、ミトス様が約束してくれたんで、こっちに着くことにしたわ。巫女がそんなにも嫌か。仲間を売るほどに。ああ、嫌だね。その肩書きのおかげで、ろくな人生じゃなかったんだ。たまんねえよ、ほんと。セレスに巫女を譲れて、正々だぜ。嘘だ！俺はお前を信じるからな。信じていいって言ったのはお前なんだぞ。ばっかじゃねえの？それよりそろそろ行きましょうよ、プロネーマ様。跡形なく消え去れ。みんな、どうしてここに。俺たちのことはいい。それより来るぞ。くそ、体勢を立て直そう。跡形なく消え去れ。消えなさい。邪魔をしないで。
邪魔をしない。邪魔をしない。邪魔をしない。邪魔です。この魔法がなく消えたい。万物に寄せて何です。ちりと貸しなさい。奥義レッパー衝撃だという。これほどと皆さんのお役に立ててよかった。大丈夫か。ああ、なんとか。どうしてあんたたちがここにいるんだい。投げ文があった。お前たちが最後の戦いに挑もうとしていると。それより急げ。コレットがさらわれたのだろう。わかった。気をつけろよ。そっちこそな。作動しているのでしょうか。してるみたいだな。行こう。俺たちゼロスの言葉の真意をいつだって考えてたのかな。何がだい。あいつの言葉が裏切り者の言葉だっていちいち疑えばよかったのかい。違うよ。おちゃらけてたあいつの本当の気持ちに俺たち全然気づいてやれなかったんだなって。そうだね。今すら遅いけど。ああ。こうなる前にもっとあいつのことをちゃんと見てやればよかったよ。こんなことしている間にコレットは。急がないと。多すぎるよ。これなら楽勝だな。
ロイド、今の敵の弱点を述べなさい。こんな時まで勉強かよ。うわ、また木の根だよ。ほんと、嫌になっちゃうよね。忘れたの？ここはあの大樹のあったところよ。その名残に違いないわ。え、じゃあこいつらって。心配いらないよ。こいつらにはそんな力は残っちゃいないさ。でもどこかに生き残りがいたらどうするの？植物って結構しぶといんだよ。その時は私に任せときな。おう、頼りにしてるぜ。相談があるのだけれど。私にか？あなたが一番冷静そうだからよ。この先は危険だわ。命の優先順位を決めておかなくては。なるほど、ロイドが怒り出しそうな話だな。ロイドは死守しなければ。最終決戦で未知の力を持つミトスと対峙するには。ロイドの特別だというエクスフィアか？ええ、それがどんな力なのかわからないけれど、賞賛のある方へかけるべきだわ。承知した。ロイドを守ろう。我々の手で。どうしたんだ？うん、不安かな。どうしてだろう、みんながいるのに。根拠のない不安は杞憂です。頑張りましょう、ジーニアス。でもね、ゼロスのことがあった後だし、気になっちまうね。大丈夫さ、いざとなったらみんなで力を合わせればいい。そうだね、そうだよね。連戦とはね。行きます。行くわ。七色の魂。邪魔しないでったらよ。レイ。了解よ。風、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 
万物に宿り、決まれ、ハードプレッシャー、無人飛行機、行くわよ、リダレクション、私に構わないでください。決まれと、アジンと、アレンダー
行くわよ、レイ。相手が悪かったな。了解よ。気圧です。ワンバーの左右の息吹を切る。アドプレッシャー。行きます。リダレクション。了解よ。ワンバーの左右の息吹を決まれ。スパイラルフレア。邪魔を決めた。了解よ。勝てません。万物の宿り、生命の息吹、ブライブランス。ま、こんなもんさ。連戦とはね。ま、こんなもんさ。多すぎるよ。よかよ。万物スパイラルフレア。結構いけるじゃん。行くわよ、リダレクション。静かに。私に構わないでください。連戦とはね。了解よ。きます。ワンズの宿り、アドプレッシャー。行くわよ、リダレクション。勝ちました。What?
先です。行きます。勝ちました。奥の通路まで走れ。わかった。リーガル、ここは引き受けた。早く行け。何言ってんだよ、そんなことできるわけないだろう。わかっているはずだ。今は一刻を争う。
コネットを救えるのはお前しかいない。わかってるよ。でも仲間を犠牲にして先に行くなんて。それは違う。私はかつて大切な人を守ることができなかった。だから今度こそ守りたい、大切な仲間を。リガル、コレットを守ってやってくれ。わかった。リガル、知るなよ。あんたと同じ苦しみを背負うのは俺は嫌だからな。難しいことを言う。すまん、アリシア。お前のところに行くのはまだまだ先になりそうだ。ここから先は倒産。の生き残りみたいだね。あの時、まさか大事の。この感じ、ここは私の出番ってことさ。あ、青ざめし永久氷結の使徒よ。高き神が振るう四殿の土よ。気高き母なる大地のしもべよ。大いなる暗黒の淵よりいで、契約者の名において命ず、我が前に連なり凛の力と化せ。なんだ魔導法の真似事さ。ま、威力はかなり落ちるけど、こいつには十分だよ。ロイド、私が合図したらこいつの下を走り抜けるんだ。いいね。わかった。心配いらないって。じゃあ行く。
くよ。今だ。とかね、すげえな今の。言っとくけど、あれをもう一回やれってのはなしだよ。おかげでマナが空っぽさ。ちょっと休ませてもらっ。あ、シーナ待ってろよ今。なんだよ、笑い事じゃないだろ。いや、思い出したんだよ。あたしってよっぽど落とし穴に縁があるのかね。いいからじっとしてろ、今そっちに行くから。余計なお世話だよ。あんたは早くコレットを助けに行きな。バカ野郎、強がってる場合か。強がりじゃないさ、あの時だってそうだったろ。あたしは地の底から這い上がってあんたと戦った。今度だってメインイベントまでには必ず間に合ってみせるよ。本当だな。絶対さ、私の見せ場。分かった、待ってるからな。私ってバカだね。最後まで意地張りで、こんな時くらい女の子らしく甘えて助けてもらえばいいのに。って、そんな柄じゃないよね。ロイド、しっかりやりなよ。これなら楽勝だな。ここから操作するみたいね。ここは私に任せて。先生早く。急かさないで。これね。
先生、大丈夫か？何でもありません。ちょっとした操作ミスです。しっかりしてくれよ。もう大丈夫です。次の扉を開けるわよ。今度も操作ミス？違うわよ。さっさと倒しなさい。恨まないでよね。すいません。考えている場合、次、開け。またか。先生、やっぱり。ロイド、今はコレットを助けることだけを考えていなさい。余計なことに気を取られないで。もう飽き飽きです。行きます。秀才劇邪魔しないでから。決まれた。相手が悪かったな。先生もういいよ、早くこっちへ。先生、ロイド、この部屋はもうすぐ崩れ落ちる。早く行きなさい。嫌だよ、先生を置いていけるわけないじゃないか。俺はもう誰にも犠牲になんてなってほしくないんだよ。犠牲？いつ誰が犠牲になんてなったのかしら。私はあなたの理想を信じて、私たち狭間の者でもあるがままに受け入れてくれる、そんな世界を作るというあなたの理想を信じて、それは私にとっての希望。その実現のために私はここまで来たんですもん。悔いはないわ。世界を救うことができたって、先生が死んだら何にもならないだろう。あなたの理想が息づく世界で私の心は生き続けるわ。でもあなたの理想がついえたら、それは私の希望が死ぬとき。希望を失って生き続けるのは死ぬより辛いことではなくて。それはの、わからないよ。わからないのはこれからの人生の学びといなさい。それがあなたの先生としての最後の教えです。さあ、もう行きなさい。先生、ねえ、忘れないよ。あと頼んだ。私も変わりません。中からロックされてる。ダメだ、開かない。ロイドさん、
に入れるかもしれません。やってみます。でも一人じゃ危険だ。大丈夫です。それに私じゃないとあの中に入れませんから。わかった。でも気をつけるんだぞ。はい。約束するよ。必ずコレットを助けてみせる。誰もが自分らしく生きられる世界を作ってみせる。
こっちに来るよ。やべ、逃げろ。お前で同時に攻撃してあの壁をぶち抜くぞ。そんなことできるの？ドワーフの誓い第16番、なせばなる。どうせ失敗したらあの雪だ。全力でいくぞ。ロイドらしいや。いいよ、やろう。1、2の3でいくぞ。ロイド、なんだよ。うん、なんでもない。よし、1、2の3。今だ。ほら見ろ、うまくいっただろ。ロイドの作戦にしては上出来だったよ。唯一の誤算は僕の運動神経の鈍さかな。ジーニアス。失敗しちゃった。お前、俺を逃がすために。違うよ。嘘だ。こうなると分かっていたんだな。だったらなんで。ロイドだって立場が逆なら同じことをしたんじゃない。いつだって困ってる人を見ると放っておけなくてさ。でもそんなロイドが僕の憧れだった。僕もロイドみたいになりたかった。お前さ、早く行ってよ。手遅れにならないうちにさ。ふざけるな。お前を置いていけるかよ。言ってったら、僕はロイドと違って臆病なんだ。いざとなったら体が震えてきちゃって、最後に格好悪いところ見せたくないんだ。ジーニアス、行けよ。行けったら。バカ野郎。大好きだよロイド。何が、誰も犠牲にしたくないだ。クソ、みんなごめんな。仕方ねえ。俺をここまで導いてくれたみんなのためにも。いよいよだよ姉様。この体は姉様の固有マナに一番近い。今まで何度も失敗したけど、今度は絶対にうまくいく。マナの充填が終了したようです。よし、やれ。
ントを返せ。ロイド、貴様どうやってこの部屋へ。ここの鍵はクルシス幹部にしか開けられないはずだ。そんなことどうだっていいだろう。どの道お前の身勝手な千年王国の夢はここで潰されるんだ。無駄なことを。ロイドは傷つけさせないよ。みんなどうして無事だったのか。言ったろ、メインイベントまでには間に合ってみせるって。私と同じ苦しみを背負いたくなかったのだろう。せっかく新しい世界ができようとしているのに、それを見逃してはないわ。まだ戦えます。戦える限りあなたのそばにいます。へへ、どう見直した。みんなよし、一緒に戦おう。やれ、ザコども。ブロネーマ、お前の不始末だ。やれ。はい。汚点はすべて取り除いてくれようぞ。私をその名前で呼んでいいのは私のかつての同志だけだ。いえ、ひどい。
姉様、やっと目覚めてくれましたね。嘘だろ、これと嘘だろ。ミトス、あなたは何ということを。姉様、ああ、この体のことですか。クルシスの指導者としてふさわしく見えるように成長速度を早めたんです。待ってください、今昔の姿に戻りますから。ミトス、そうではないのよ。私はずっとあなたを見てきました。動かぬ体でただなすすべなく忘れてしまったの。人とエルフと狭間の者とが皆同じように暮らせる世界を夢見たからでしょう。何を言っているの、姉様。せっかく新しい体を用意したのに、やっぱりそれでは気に入らなかったんだね。ミトス、お願いです。あなたのしてきたことは間違っている。少なくとも私たちが目指してきたものとは違います。予定するの。違うわ。こんなことはやめて、もう一度昔の。僕を否定するの。姉様がそんなこと言うはずない。そんなこと許さないからな。大丈夫か、ロイド。どういうつもりだ。マナの巫女から解放してほしいんだろ。悪いな、それもういいわ。お前らを倒してしまえばそんなこと関係なくなるしな。ゼロス、やっぱり戻ってきてくれるのか。悪かったな、こうでもしないとこれが手に入らなかったんだ。ほらよ、そいつをドワーフの技術で生成するんだ。人間でもエターナルソードを使えるようになるらしいぜ。お前、まさかこれを手に入れるためにわざと。そうさ、そのアホミコが私たちをトラップ地獄から助け出してくれたんだよ。でも騙してたのは本当だ。今まで散々足を引っ張ってきたからな。これぐらいはやらねえと許してもらえねえだろ。許してほしかったら、さっさと一緒に戦え。了解。くそ、姉様を返せ。さようなら、ミトス。私の最後のお願いです。この歪んだ世界を元に戻して。やだ姉様、行かないで。こんなことになるのならエルフはデリス・カーラーンから離れるべきではなかったのかもしれない。そうしたら私たちのような狭間の者は生まれ落ちなかったのに。そうか、そうだったんだ。姉様はこんな薄汚い大地を捨ててデリスカーラーンへ戻りたかったんだ。そうだよね。あの星はエルフの血を引く者全てのふるさとだものね。ミトス、分かったよ姉様。こんな薄汚い連中は放っておいて、二人で帰ろう、デリスカーランへ。みんな、ミトスを止めて。
口の中にいたマーテルが私に呼びかけるの。マーテルはミトスを止めてほしいのよ。ふざけるな。姉様がそんなこと言うわけないだろう。この出来損ない。言ってたもん、これ以上人やエルフを苦しめないでって。泣いてたもの。ロイド、分かってんだろうな。ここで大いなる実りを失ったらレネゲードの期待を裏切るんだぜ。そうさ、私たちミズホの民も黙っちゃいないよ。あれがなければ大樹の発芽もなくなるわ。マナがないと大地も死んでしまいます。お前が目指すのは世界の統合。分かってる。ミトスを止める。全力でな。行くぞ。僕の邪魔はさせない。消えろ。どうして理解できないのだ、千年王国の理想を。たくさんの人を無意味に殺して何が理想だ。人間が偉そうなことを言うな。よし、了解よ。メッセイフホーリーランス。
終わった。それはどうかな。まだ世界は引き裂かれたまま、大樹も発芽していない。ちょうどいい。あんたに聞きたかった。あんたはミトスの何に共感したんだ。どうしてオリジンの封印に協力したんだ。ミトスは私の剣の弟子であり、私のかけがえのない仲間だった。それで十分ではないか。仲間だったな。そいつのしていることがどんなひどいことでも許すっていうのか。これ以上話すことはない。オリジンの封印を解きたければ私を倒すがいい。クラトス待て。オリジンの封印の前で待つ。ロイド、一度帰ろう。マーテルさんってすごい人だったんだ。どうしたの突然。私の中にあの人の意識が入ってきた時、あの人の心が私にも見えたんです。たくさんの人に傷つけられて、裏切られて、胸の中は悲しみでいっぱいだった。そう、マーテルもハーフエルフだったものね。それなのにあの人がこの世界を愛していたことも痛いほど伝わってきました。ミトスのように世界を恨んでも仕方がないと思うのに。どこからそんな気持ちが生まれてくるのかしらね。はい、あの人なら世界を救うために自分の身を犠牲にするかもしれない。巫女の儀式はマーテルの器を探すための儀式でもあった。マーテルの生き方をなぞらえているのかもしれないわね。
はい。まだ起きてた？なかなか寝つけなくて。それなら外に行かなくて。そうだな。じゃあちょっとだけ。でも本当に懐かしいわ。何がだ？この村。あら、忘れたの？私とジーニアスはテセアラでこの村で生まれたの。ああ、そうか。世界は二つあるなんてちっとも気づかなかったわ。何のために研究をしていたのかしら。もしかして先生が遺跡に興味を持ったのって。子供の頃に見た景色をずっと探していたわ。ヘイムダールも異界の扉も全てはテセアラにあったのね。よかったな先生。よかったのかしら。だって先生はこの村を探してたんだろ。故郷を見つけられたんだろ。そうね、結局はよかったのかもしれないわね。なんだよ、なんか変なことを言っちゃったか。いいえ、自分のルーツがどこにあるのか一生わからないまま朽ち果てるより真実が分かってよかったんだわ。自分のルーツか。そうね、今度クラトスに聞けばいいわ。あいつに？あいつとそんな話。あの人はあなたを守ろうとした。命がけでね、
それがどんな意味を持つことなのかよく考えて。でも俺にはあいつの考えてることが分かんないよ。なんでおとなしくミトスの言いなりになってたんだ。さあどうしてかしらね。でもあなたを守ることはミトスの利益に反していたはずだわ。あいつは俺たちを騙してた。人は変わっていくものだわ。よくも悪くも。だったらどうして今さら戦うなんて言うんだ。大人って生き物は厄介で、なかなか自分の間違いを認めたりできないものなのよ。彼なりのけじめのつけ方なのでしょ。けじめか。それがついたらあいつから俺のルーツを聞くようなことがあるのかな。そうね。もしもあなたの生まれた場所が分かったら一緒に行きましょうか。そうだな。その時は各地のエクスフィアも回収しながら行こうぜ。これは放置しておいたらいけないものだと思うんだ。そうね。二度と歴史の表舞台に出てこないようにするのが一番ね。だろ。分かったわ。じゃあ決まりね。世界が統合されたら二人であなたの生まれた場所を目指しましょう。ああ、約束だ。いきなり。だってエルフの長老を説得して僕と姉さんがヘイムダールに入れるようにしてくれたじゃない。ただ入っただけじゃないか。エルフたちがお前たちを受け入れたわけじゃない。僕たちにはそれで十分だよ。ここから先は多分僕たちでやらなきゃならないんだ。そうだな。ここがエルフの住む森なのね。先生は昔ヘイムダールに住んでたんだろ。ええ、でもほとんど覚えていないから。懐かしいような物珍しいような不思議な感じだわ。いつか誰もがこの森を普通に訪れることができたらいいですね。ああ、そんな時代がいつか来るといいな。Thank you.
長命なんですよね。うん、そうみたいだね。ざっと1000年ぐらい生きるって気が遠くなるね。うん、そうだね。僕も多分それぐらい生きるんだろうな。ハーフエルフも寿命が長いんですね。じゃあ私たちが死んでもあんたは生き続けなくちゃいけないんだね。我々も生きるだろう。私たちの個体寿命はせいぜい80年です。そうではない。ジーニアスやリフィルが死なない限り我々も心の中で生き続ける。うん、僕みんなを忘れないよ。なあコレット、俺強くなったかな。ロイドは強いよ、クラトスよりも。それはあいつとは今までに何度か戦ったけど、あいつは本気じゃなかった。今度あいつが手を抜いたら俺はあいつを許さない。ロイド、本気で戦ってあいつに勝たなきゃいけないんだ。それはお父様に自分を認めてもらいたいってこと？ロイドの気持ち、きっとクラトスさんに通じるよ。大丈夫、大丈夫だよ。
これなら楽勝だ。弱点を述べなさい。
だまだいけるぜ。作ったもんはいつもうまいな。料理の秘訣を教えてくれよ。それは火加減。僕が料理するときはいつもファイアボールなんてね。なるほど、私の料理は火力が弱かったのか。今度イフリートを召喚してみよう。冗談なのに。